ハーレーダビッドソン東久留米です。今回も早い者勝ち、特選中古車のご紹介。本日はこちら2017年のロードキングスペシャルですね。こちらはですね、中古車両が入荷いたしましたんで、ちょっと皆様にご紹介したいと思います。でですね、この車両なんですけど、もうすごいです。もうカスタム総額でいうとだいたい150万以上はかかっております。で、まあ、先に言っちゃいますと、乗り出しで、もうポッキリ237万円って感じになります。で、状態もめちゃくちゃいいです。すごい綺麗に、室内保管でされてた車両なんで、全然サビもないし、すごい綺麗に前のオーナーさん乗ってましたんで、ワンオーナーっていう感じになります。でもって、あとはですね、まあこれから細かいところ全部説明していくんですけども、まずはですね、エンジンからですね、こちら、これはですね、ミルウォーキー8のね、107キュービックインチ、1745cc のエンジンになります。で、あとは、まあ、やってると言うと、まあ、見ての通りね、エアクリーナーとかマフラーとかも変わってるんですけども、もうカムも変わってます、こちらは。スクリーミーイーグルのね、トルクカムキットっていうの、ここの中に入ってます。で、プッシュロットもね、アジャスタブルっていうね、ちょっと調整可能式の一番いいやつが入っております。なんで、まあ、低速とかがね、もうすごい強くて、もたつきもないし、で、高速域もすごいしっかり伸びてきます。あと何よりね、音の歯切れがめちゃくちゃいいです。ちょっと後でこの音もね、皆さんに聞いてもらおうと思います。で、エアクリーナーはアレネスさんのやつがついてます。こんな感じのやつです。めっちゃかっこいいです。ちょっとね、特殊な形なんですけども、意外とね、この車両にすごい合っててかっこいいです。あんまりつけてる車両ないんで、人と被らないかなってとこです。で、マフラーはこういう一本出しのタイプですね。こういったのがついております。こんな感じのやつで、後ろから見るとこういう風になってます。で、あとは、まあ、細かいんですけど、まあ、チューニングの際にね、プラグとプラグコードとかも全部変わって、プラグはね、コードは赤色になっております。ちょっとアクセントで入ってますね。で、あとちょっとまあ、エンジン周り見ていきますと、これ、バックギア、マンバ製のバックギア。これだけでもね、20数万円、もう本当にすごい値段するんで、まあ、やっぱりこれだけの重量級になると、バックギアがついてないと、後ろに下がるのもね、結構大変なんで、これもついてます。最初から標準装備。で、これがついてることで、もうクラッチがね、めちゃくちゃ軽くなってますんで、すごい走りやすくなってます。で、続いてはね、足回り見ていっちゃいます。まずね、これまあ皆さんもさっきからちょっとチラチラ見てたと思うんですけど、これどこのかっていうと、ケンズファクトリーさんっていうところのやつになります。で、この車両ね、ケンズファクトリーで結構いろんなとこまとめてありまして、まずステップですね。ステップロード、このケンズさんのやつ、このゴールドが入ってて、ケンズのマークが入ってるやつですね。で、この綺麗なアルミの削り出しが入ってるやつです。すごい作りいいです。で、ブレーキペダルもそうだし、あとあっち側ですね、シフターもね、こんな感じで全部ケンズのやつに変わってます。で、あとはちょっと上の方に行きますと、このハンドルのね、レバーとかも全部ケンズファクトリーになってます。ミラーもそうだし、レバーもそうだし、あとはね、ちょっとチラッとなんですけど、このサドルバックのヒンジまでね、全部ケンズになっております。めちゃくちゃかっこいいです、これ。で、続いてね、ハンドル周りちょっと見ていきたいと思います。こんな感じで、ハンドルはですね、ノーマルのハンドルがついてます。で、グリップヒーターがね、もう搭載されてて、6段階で調整可能式の純正のやつですね。で、本来ね、スタンダードなモデルより 6.7 度温度が高いタイプになってますんで、かなり熱々になります。めちゃくちゃいいです、これ。で、ハンドル周りもすごいいろいろついてます。ちょっとご紹介していきますね。まずはね、先ほども言ったんですけど、クラッチめちゃくちゃ軽いです。もう指一本で動いちゃうぐらい軽いです。すげえ、もう乗りやすいです、これだけで。あと、ウインカーエクステンションですね、これ。ウインカーエクステンションと、あと、まあやっぱりもうツーリングモデルなんで、こちらあれですね、クルーズコントロールも搭載されております。こんな感じ で、あとこっち側に来ますと、これヘルメットホルダーですね。これももう最初からついてます。で、あとはこれなんだかっていうと、 USB ポートですね。こちらに USB ポート、これ2口なんで2つ USB 取れるようになってます。だから携帯充電とかにも使えるようになってます。で、あとこちら、ちょっとさっきからこれも見えてたんですけど、これなんだかっていうと、ロードキングってね、ツーリングモデルの中でもスピーカーがついてない車両なんですけども、このロードキングに関しては、このクリアキンのね、300ワットっていうね、すごいいい音が出るやつに変えちゃってます。あ、変えちゃってるか、つけちゃってます、これ、オプションで。で、これね、300ワットって、まあ皆さんなんで300ワットって言うんですけど、まあ要するにめちゃくちゃ音がいいんですよ、これ。もう、まあスピーカー4つついてるんですけど、全然ね、他の車両に大差ないぐらい音がいいんで、で、あとは、Bluetooth で、携帯とつなげられますんで、いつでも好きな音が聴けるようになってます。で、あと、ハンドル周りで言うと、この辺ですね。これ、カメラ。
これなんだかというとドライブレコーダーですね。この車両ね、前後にドライブレコーダー搭載してます。前が今のところで、後ろ側がこんな感じで、この部分ですね、ここにちょっとこうチラッと見えないようにつけてあります。こういう風に、なんでこの辺もね、安全性確保してあります。であとはこれウィンドシールですね。これだけでも8万円近い値段がするんですけど、純正のタイプでして、こうエアロが効いてるタイプですね。横から見るとこんな感じで、だから風にも風も来ないし、だからしっかりね、長距離も走れるようなツーリングになってますね。であとここベントがついてますんで、こういう風に風がね、あの出入りができるようになってます。でこれもね、あの使わないときは簡単にデタッチャブル式なんで、ここでパコパコっと外せますんで、使わないときはお家に置いとけます。で続いて前の方を見ていきますと、こちらライト周りですね。まずヘッドライトはですね、 LED のがもう入っちゃってます。最初からだからこれしっかり明るいです。であとトリムがね、ヘッドライトトリムも変わってます。こんな感じで、でまあやっぱナセルなんでね、この傘付きのタイプに皆さんされると思うんですけど、しっかりロードキングっぽくなってます。であとね、まあ LED のね、ライト類でいきますと、ちょっといろいろライト類がね、この車両いっぱい入ってまして、ウィンカー、これもね、もうケラーマンに変わってます。ここの部分ですね、これちょっと後で明かりつけてみますけども、こんな感じでケラーマンここについてます。左右ともで、後ろ側も実はね、この車両ケラーマンになってるんですよ。こんな感じですごいスッキリしちゃってまして、本来はね、この辺にこうボンボンとウィンカーがあるんですけども、ここにウィンカーになってます。こういう風に、これですね、ここになっております。でナンバーがここに来るような感じなんで、すごいスッキリしたようなデザインになってます、後ろ側は。であとはね、他にライト類なんですけども、この部分エンジンガードですね、この左右についてるやつ、これなんだかって言いますと、これエクスケグローって言いまして、まあフォグランプみたいなもんでしてですね、ちょっと電源入れますと、まず電源入れますね。でこの部分にこれですね、これがスイッチになってまして、これをポチッとやってやりますと、こんな感じで電源が入ります。でこういう風にフォグランプとして使えるようになってます。であとこれなんですけど、ウィンカーと連動してまして、ここですね、ウィンカーを押しますと、こんな感じでウィンカーと連動しちゃいます。でケラーマンもね、こういう風に一緒につきますんで、すごい視認性が良くなってます、このウィンカー。でもってもう一個ですね、この車両ちょっとライト類でもう一個すごいのがついてて、この下側ちょっと分かりづらいんですけど、これなんですけど、これプロジェクターって言いまして、ちょっと明るいんで分かりづらいんですけど、この部分に本来夜になると、ファイヤーパターンみたいなのが出るようになってます。でブレーキと連動してるんで赤色に光ります。これもね、つけたり消したりもできるようになってます。これもね、 XK グローっていうとこのやつになります。でちょっと下の方に来ますと、こちらホイールですね。これはですね、こちらはホイールはね、ノーマルタイプなんですけど、ここにね、ピンスト、ゴールドのピンストを入れて、このケンズさんのとちょっと合わせてるような感じになってます。だからちょっとワンポイントになってますね、こちらもまた。でまあもうちょっとさっきからチラチラ皆さん見えてたと思うんですけど、この車両ね、全部ねオールペンというかピンストライプ入れてるんですよ。すごい綺麗に入ってるんで、本来ここにね、エンブレムがついてるんですけど、全部手書きでこういう風にハーレ・ダビッドソンって書いて、このオリーブのね、色に合わせてこういう風に緑色と黒のラインでピンストって全部手書きで入れてもらってます。これだけでもすごい金額がかかってます。でこんな感じで全部ね、こういう風に綺麗に入れてありますよ。こんな感じで後ろ側もで、ストレッチバッグになってて、この辺も綺麗にそれに合わせてこういう風に入れちゃってます。こんな感じで。で、あとはこちらシートですね。これはですね、純正のタイプのシート、このバーのシードマークなんですけど、足つき性を良くするリーチシートっていうシングルシートになってます。もちろんね、ダブルのシートもつけること可能です。で、ただ今はシングルになってるんで、こちらですね、乗りやすくなりますんで、すごいおすすめです。で、ヒートガードも最初から標準でついております、こちらの方で。あっち側に行ってみますと、こんな感じで、サイドスタンドエクステンションももちろん最初から標準装備でついてます。で、あとこれですね、ホーンカバー、これで、これとあとダービーカバー、スカルのブラックスカルコレクションに合わせてあります、 VG ので。こっち側のね、タイマーカバーって呼ばれるカムカバーのとこのやつも、これもスカルに合わせてあります。こんな感じでね、コレクションで全部揃えてありますんで、すごい統一感のある車両になっております。
なんでね、皆さんね、ご興味ある方はね、ぜひぜひね、お店の方まで問い合わせていただければと思います。で、全国ね、どこからでも通販可能ですんで、ぜひご興味ある方はね、お店の方までぜひぜひもう問い合わせお待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ぜひとも高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。